ちょっと待ってください。今ちょっとあと5分ぐらいかかる。お待たせです。お待たせ。お待たせしました。お待たせしました。コロン。もう暗いね。5時はもうこんな暗いんだね。真っ暗だよ。暗くなるよ、もっと。ねえ、これからね、もっと暗くなって。皆さん気をつけて帰りは帰ってね。クロちゃんもね。まだ始まったばっかりだけど。まだ始まったばっかりだけど。終わっちゃったみたいな。よろしくね。じゃあ2回目の正解もよろしくお願いします。はい。フラッシーの弟、スーパースター船頃さんです。スーパースターですからね。どうしてたスーパースター、休みましたか。休んだ休んだ。スーパースターもやめてほしいの。トップスターですから。トップスターじゃないの、セカンドスターで。そんなんあんの。お兄ちゃんほどトップスターだから。そんなんあんの。セカンドスターで。サードスターかもしれません。スーパースターです。スーパースターで。スーパースターで行きましょう。はい、はい、初めての方いますか。今日この、まあ、このあいらっしゃらない。大丈夫かな。手振ってる人は初めてじゃないですね。初めての人はああいう格好しないですね。じゃあ大丈夫だね。じゃあちょっとあの後ろの方も狭いんでね、あのやっていきましょうか。はいはい、やりましょうか。ね、はい、であのおしゃべりの時は反対側に行きますからね。後ろの人待っててください。はい、はい、じゃあ1番の方から準備して2番の方もお願いします。はい、はい、元気よく行きましょう。はい、元気よくゴー。1回目最初ちょっとテンションが低い。オーレイ。声出てまいりました。はい、じゃあお預かりします。はい、じゃあ2番目の方も準備お願いしますね。お願いがあって。お願い、はい、あの母すみこなんだけど、すみこが17日誕生日だったので、ちょっと歌っていただいて。いいよ、すみこ、すみこさん。はい、すみこ、すみこの誕生日ね。今年何歳なんですか。ちょっと私のおばあちゃんのおばあちゃんがだいぶ、おばあちゃん、おばあちゃん、ちいばんちゃんじゃない、私のお母さんだけど、おばあちゃんのお母さんだから。なんでおばあちゃん。いや、静岡さんより上だよ。だからだいぶ上ですね。すみこ、すみこ、すみこ、やすよ、やすよおばあちゃんだから。やったことないでしょうよ。じゃあすみこのお誕生日を歌えばいいの。すみこね、すみこだいぶ上です。ハッピーバースデースみこ、組み技じゃないでしょ。打撃技でしょ。打撃もやるし。
組技じゃないでしょ。じゃあなんか私が組もやるけど、じゃあ私がやられてるふり。え、あれ本当できないからこれ。できない。じゃあ、今習いの、まだ一生懸命やってるところなの。まだやっちゃうんだけど、できるよかったら。できるなったら。豚汁にしよう。見てないでしょ、ゴロさん、ガンバなんて。見たことないけど、顔は顔してるの、ガンバの大好物。プレゼンされたらおもちゃこれね、ありがとうね、ありがとうね、いつもありがとう。大丈夫、うん、大丈夫。歯磨いてから錦野明か、錦野明、あー、錦野明なんじゃないですか。スターに、スターに、あの、技のご救助いたこと、いたとこだったの。え、どこに技の、ここに、そうそうそう、ここに、え、来てくれたじゃん、ありがとう。あ、わざ、そういうことじゃん。わざね、わざね、わざわざと聞こえたよ。テルさんはさ、そうだよね、そうそう、1級持ってんだっけ。2段、2段か。え、怖い怖い怖い、技かけられるよ。ねじれてる。虫を見かけたら逃げなきゃいけないから。そうそうそう。え、虫を見かけたら危険だから逃げなきゃいけない。あ、小手返しするってこと。する前に、する前に逃げる。え、ゴロを見かけたら逃げる。逃げる。あ、すいません、スターみたいな。スターに、スターゴロにやめて。今度持ってきますんで、いろいろとスターに。お客さんキャバクラ初めてですか。そんな感じしますね。お高いですか。一生懸命話してる感じがするんですけど、若干空回りしてる。初めてキャバクラ。お客様、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 お客え、こういうお客さんいるの？いや、いないですよ。いないと思う。どうしていいかわかんない。どうしさん。ただ一緒に来てるんだ。テルさん、行かなくていいからね。そんなお金使わなくていいからね。そうなんだ、別の回答。そんなん言ってたら、ね、イベント行けなくなっちゃうからね。ね、ダメでしょ、テルさんは。そこに行くんだったらね、ゴロたちに会いに行く。そうよ。そうそうそう。ね。そんなとこならヒューゴ来てノリちゃんと喋ったらいいんだ。いや、こっちでもいいよ。こっちでも。はいはい、どうぞ。そんなとこならヒューゴ来てノリちゃんと喋ったらいいんだ。いや、こっちでもいいよ。はいはい、どうぞ。あ、ありがとうね。久しぶり。安定してないところで。大丈夫大丈夫。ありがとうね。はい、いいですよ。いいの。急に。急に。M1 か R1 グランプリ。はい。いや、ピンのがいいよ、ピンのが。じゃあ R1 でようよ。俺ワンチャンいいとこ行くと思うよ。行くと思うよ、いいとこ。R1 か。なんで嫌なのピン。いや、別にいいんだけど。ね。なかなか難しいだろうなとか。大丈夫。はい。はい。はい。ドラえもんの真似しやって。スゴールライター。お友達とか。大丈夫です。亡くなった誰か誰かだめです。入ってますよ。はい。大丈夫ですか？来年大丈夫？来年。デビュー曲だよね。いくよ。
はい、ナッピー。OK。手越しいないからね。え？手越しいないからね。手越しないもんね。もうそうです。そして手越し聞いていただければ。そうだね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ナッピ。はい、OK です。え、コロッケさ、どうなると可愛いの？まさに、実物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 、実ミロ美味しいよね。子供の時さ、よく飲んでたんだっけ。今は子供なんだけど、洋梨時代よく飲んでたんだっけ。今大人の人にも人気なんだよね。え、これこれタンパク質かなんか入ってる。はい、OK。はい、ありがとうございます。はい、どうしたらっけ。フォローもさ、あの途中まで、泉佐野だったから、そう帰りがちょうど見れなくてね。新幹線だったから。あ、そっかそっか。見れた。うん、見てないけど。あ、見てないのか。あと、動画になっちゃって。動画でいいです。動画では撮ってた。うん。パシャパシャ。うん。どこがシャッターボタンかわからないんだけど、動画では撮ってる。あ、動画。変動設定。気をつけよう。はい。荒川区といえば。ね。荒川区なんか知ってる？コロさん。そうね、日暮里があるっていう。そう、日暮里もあるっていう。あ、大丈夫。え、ちょっと大丈夫かな。全然大丈夫。やるよ、マジで。思いっきしね。思いっきしね。思いっきしね。思いっきしだよ。みんなちょっと悲鳴を上げないで。いいよ。はーい、なっぴ。どう？痛かったでしょ。芯が当たった。お待たせしました。いや、来月。あ、ダイエット違う。あ、違う。クリスマスプレゼント。みんな大丈夫そう？寒くない？大丈夫？後ろ刀だけ気をつけてください。みんな寒くないですか？ぴょーん。もうちょっとだけこっち来れる。こっち。もう椅子1個分ぐらい。はい。はい、こっちも結構。朝ちゃんの横あたりちょっと隙間空いちゃってるから。ちょっと近いね。近い？近い方がいいんじゃない？いや、俺が下がるからいいです。はい。まとめてハッピーバース歌いましょう。ね、あ、11月でもね、ラジオで歌ったなんですよ。うん、11月のみんなにハッピーバースデーを歌う、自分だけで歌ってもらいたいんだよ。そうだね、なかなかもう大人になるとハッピーバースデーなんて歌ってもらえないからね。そんなことないよね。え、歌ってもらえるの？なかなかなくない？大人になってハッピーバースデー歌ってもらえる。コロは毎年歌ってもらってるから。あら、あ、お客さんにね。あ、そう、みんなにだよ、みんなに。びっくりした。いや、なんでもないです。誰に？お兄ちゃんに歌ってもらったってないからだから、なかなかないじゃないっていう、ね、なかなかないよね。はい、じゃあちょっと質問でもしますかね。はい、何かある人はもう挙手でお願いしますね。はい、じゃあ一番まず奥の、はい、ゴロは声のケアとかなんかしてますか？ゴロいつも可愛い高い声。最近はね、何もしてないの。何もしてないの。でも貸す時はちゃんとね、貸す時は最近やり始めた。つけて寝るね。そうそうそう、つけて寝て、あと遠征の時はさ、湯船、ホテルのさ、バスタブにお湯を溜めといて、開けといて寝るっていうのをやる。最近やんないと死ぬよね。そう、あれはちょっとね、乾燥するから、あれはちょっとね、おすすめです。あ、坂本が言ってたの。坂本ジャイアンツの。そう、坂本が言ってて、それからゴローもやり始めたの。この間の羽生のホテルでやってたら、気づいたら真っ白なんですよ、部屋が。そうそうそう、やべやべ、警報器になるんじゃねえかぐらいの。危ないから結構ね、ホテルがね、ホテルが乾燥してんのよね。乾燥するからね、それは結構遠征の時とか、ホテルで泊まる人は結構おすすめですね。そうだね。
それぐらいかな、うん、あと喉飴とかね、ジンタンの喉飴が欲しい、ジンタン、ジンタン、ジンタンの喉飴、ジンタンっていう昔からあるさ、ジンタン、昔おっしゃった龍角さんとかじゃなくて、そう、ジンタン、昔からあるジンタンの、ね、赤いパッケージのこれもジンタン、あ、ね、あ、そうそう、これ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 の赤いやつ、これの赤いやつがあるある、コンビニで売ってるね、そうこれよくね、歌手の人とか持ってるらしいの、歌手、ゴロさん歌手ですかね、ユッキーが教えてくれて、ユッキーも持ってる、そうそうそう、なるほど、はい、ありがとう、はい、じゃあ次の、あ、じゃあ右のお客様、はい、今、うん、こうブラックフライデーとかでいろいろ買い物出てて、飛行機とか安くなっているの知ってる、知ってる知ってる、え、なんかどっか行きたいところ場所とかある、北海道にね、 あ、うん、あのエスコンツアーに行こうと思ってる、あ、今撮ったらいいよ、そう、今安い、今8000円ぐらいできるぜ、そうそうそう、だからほら24日ぐらいからジャブでやってる、24日から24日からジャブやってる、ジャブ、うん、6000円ぐらいできるぜ、そうだよね、だからゴロもそれを狙っていこうかなって思ってる、私石垣島行こうと思ってる、あ、いいじゃない、なってか、石垣も8000円ぐらいだよね、そう、めっちゃいいね、うん、ゴロは北海道にエスコンツアー、エスコンフィールドのエスコンツアーに行くつもり、そうなんだよ、やっぱりいいね、楽しみできてるね、後で、あと感想してるね、うん、教えて、ぜひ待ってありがとうございます、24日からか、ジャルは24日、ジャル24日って、ANA は、 ANA もう多分やってる、やっちゃった、もう終わっちゃった、終わっちゃった、私も撮ったもんね、撮ったよ、撮ったの、うん、もう終わり、北海道撮ったから、ゴロさんも来年のだって俺あの福岡とか撮っちゃったもんね、あ、え、福岡ゴロ行くことになったの、あ、行かないの、え、行く、じゃあもう行くんだけど、え、本当に決まったの、なんかさ、あ、もう了解です、ドキリさ終わってたから、うん、行こうよ、ね、ね、ここから福岡大好きなんだ、そうだよ、今度ぬーちゃんも連れてあげようと思って、やったー、ぬーちゃんも行く、行く、やったー、みんなで行くんだね、みんなで行く、ぶしゃは行かない、ぶしゃは4なしで行こう、4なしで、わーい、ね、こう、もう取ったよ、頑張って行こう、ね、はい、そうそうそう、福岡も取ったし、他にもなんか、じゃあ、JAL だ、2つぐらい取ったよ、うん、アナだよ、じゃあ、JAL で、次は JAL だね、あ、じゃあね。じゃあ、あれだよ。だから、もう、あの、ログインすごいから、サーバー落ちるから、早めにやんないと。24日。うん。6000だからね。はい。はい。ぜひ撮ってみてください。はい、あの、皆さんも撮ってみてください。うん。ゴロさん、ちなみに飛行機自分で撮ったことある？ある、あった、あるのね。海外、あ、海外。すごいね。そう。昔ね、韓国いた時だけで。ああ、そうだね。そう、韓国だけ。韓国行ったことないから。はい。自分では。じゃあ他の質問どうぞ、はい、どうぞ、誰だ誰だ、はい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 、今日、うん、なんだっけな、去年のお誕生日会で、うん、の風速56メートルのライブの時のお誕生日会で、うん、風速56メートルと、うん、もう一曲サンバがそうそうそうだと思うんだけど、うん、そのサンバはどっかで今後、あ、そう、披露したいなと思ってます、うわー、そう、あの、ずっと忘れててゴロの誕生日でもやればいい、来年の誕生日とかに披露すればいいじゃない、うん、そうだっけ、ね、もう一回ね、テラさんに編集してもらう、そうだね、そうだね、 YouTube にアップすればいい、そうだね、そうだね、あったら何でもできる、はい、じゃあ次の質問はありますか、はい、どうぞ、ロゴローちゃんが今年の冬に、買った洋服とか靴とか、冬に何か着たいなとか、ゴロが着たいなって思うものがあったら教えてください、ゴロ今年はさ何も買ってないのって、実は去年の使い回し使い回し、なんかね今年はちょっとなんかね何も買、本当に何も買ってなくて、欲しいのいっぱいあるんだけど何も買ってなくて、あ、買ったのはニット帽かな、こんなでっかいニット帽あんの黄色と茶色のニット帽、黄色と茶色、ほぼ黄色じゃん、そしたらそこの黄色になっちゃうここに茶色いラインが入るだけじゃん、そしたらマジで、うん、ゴロ黄色好きなんだよ、そうね、黄色好きよね、黄色とか赤とかね、割とね、
派手な色だった、うん、そうね、なんか黄色いニット帽だけ買った。それぐらいかな。で今年あのこたつでもこたつみたいな靴下を買いたいなと思って。あ、まるでこたつ。そうそうそう、まるでこたつ、うん、あれどこだっけ。結構いろんなとこ売ってるの。どこでも売ってるの。あれコンビニでも売ってるよね。あ、そうなの。あれを買いたいなと思ってます。はい、はい、他にありますか。はい、はい、最近のストレス解消法、何かあったら。ストレス解消法、ストレスなかったらごめんなさい。あ、あるよあるよ。ストレス社会で生きてるもん。最近はね、最近はね、ストレス社会でね、ストレス社会で生きてるからね、世の中。最近なんだろうな。何やってたかな。ストレスがないな、ゴロさん。いや、ある。あ、でもお香を炊いて、お香を炊いてリラックス。どんな香り。なんかね、何の香りだったっけな、あれは。お花の香りだったかな。フラワーなんとかみたいな香りだったんだけど、そのお香を炊いて、あのストレッチするのがちょっとあのできるやつみたいでさ。ちょっと意識高い。意識高い系女子みたいな感じね。それでちょっと好感度上げてるんだ。誰に対して好感度上げてるの。自分ちだよ。自分ちでしょ。自分に対して好感度上げてる。すごい、ありがとう。ちょっとね、お香おすすめね。寝る前とかするの結構。あとは散歩行ったりとかだ。結構夜散歩行ったりするとイライラするの。気をつけて。大丈夫だよ。すごい車通りが激しいところ。激しい。それはそれで怖いんだよ。車通りめっちゃ激しいところ歩いてるから大丈夫。大丈夫大丈夫。それぐらいかな。お散歩かな。運動でね。ちょっと体を動かすのがいいと思います。ありがとうございます。大丈夫。ストレス溜まってんの？大丈夫だ。ストレス社会だから。そうだよね。ストレス社会だもん。さあ、じゃあ次あたり最後かな。どうぞ。はい、どうぞ。ゴロちゃんの羽生で、あの車運転したって言ってたけど、私車運転すると長距離が苦手で、ゴロちゃんみたいに運転上手になりたいんだけど、ゴロもそんな運転上手じゃないんだよ。ぶっちゃけ。長距離好き？全然大嫌い。運転めっちゃ嫌いなんだけど。すいません、最初。いやでも、あのでも楽しそうにしてたじゃん。まあ、やれって言われたらさ、やるよ、もちろん。すごい。軽だったから運転できた、ね。あの3人の中だったら、ゴロが一番安心かなって言ってたのね。そう。まあね、ねあの他に免許持ってる人がいないしね。そうそうそう。あのね、息子がね、そう、まだ取ったばっかなんでね。旦那の息子が危ないんで。ゴロもちょっと心配しちゃってさ、家まで送ってやだやだっつってね。一人ならいいけど、嫌です。でもね、大丈夫ですって言われたの。ちょっと家まで送ろうかって言ったら、大丈夫です。だってうちの車だもんだって。そりゃそうだよ。うちの車なんだから。ゴロがさ、車、その後電車で帰る。それはないでしょ。それはないよ。心配だったから。そんなことさせたら怒っちゃうよ、俺。心配だから。まあね。超心配だったんだっけよ。うん。ね、怖かったね。まあね、初心者なんだけどね。若いから、まだ若いからさ、大丈夫かなって。させ。いや。でさ、のりちゃんもさ、ね。ペーパーだったからね。ね、うん、緊張しながら運転してた。でも五郎さん立派だったよ。すげえ、うん、普通に運転してたもんだって。普通に運転するよ、そりゃ。あのね。こうね、高速で分かれてるときにフニャがね、窓開けて撮ってたんでね。そう、写真はね。その動画あるよ。いや、いいよ。いや、見せられない。見せられないよ、そんなもん。何がすごいって、ハンドルが近いのよね。もう本当に軽なのにリムジンぐらいあるよ、後ろ。すげえ広いな、後ろと思った。足が短いもんですから。長いよ。ありがとうございます。長いよ、まあでもね、まあ、何回か運転してくれてんだよ、ゴロさんはね。無事に帰ってたから。スピードいっぱい出した時はですね、スピードはでも、あの、宇田社長がね、ゆっくりやってくれたから、うん、ゆっくり走ってくれたから、それについてくれた、うん、ね、途中ね、パーキング寄ってね。そう、楽しかったね。楽しかったな、ね、みんなでね、パーキング寄ってね。羽生楽しかったね。ね、楽しかったね、うん、みんなもね、寒かった
かったでしょ、ハニー。大丈夫だったけど、コロちゃんが父親でよかった。いや、コロたちは全然ね。ちょっと寒かった。テントが寒かったね。風邪ひいてない。大丈夫。でもね、俺もそうだけど、ゴロさんもさっきね、ハニ終わった後ずっと体調がね、疲れが取れなかったね。そうそうそう。体調というか疲れが取れなかったね。ゴロもさ、年だわ。考えたらもう。イベントラッシュだったからね。そうだね。ずっとしたからね。しょうがない。しょうがないんだけどね。ね、まあでもそれがね、戻ってきたから良かったですね。そう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 。うん、ね、まあ次は12月にね、ウェブの周年イベントがありますからね、もうみんな当たってんのかな。これから。うん、まあまあ大丈夫でしょう。ね、ね。はい。ね、ぜひ。はい、ありがとうね。運転大丈夫だよ。ありがとう。ね、もうすぐハイエースも運転して帰って、今日ハイエース運転して帰ってください。俺横乗って。ゴロが運転するのはハイエースの方が簡単だよってみんなに言われるんだけど。簡単よ。慣れちゃえば簡単。まあね、あの、ゴロさん運転嫌いじゃなさそうだけどね。まあそう、まあね。ね。飛ばしでもそんな飛ばさないだろ。飛ばさないよ全然。ね、ちゃんと車間距離が短いだけ。飛ばしはしない。煽ってもいない。ちょっと短いなって思ったら。本当短かった。でも五郎さんからしたらね、あれが適正な距離かもしれない。まあね、煽ってるつもりはない。ちゃんとついてくるのに必死だったから。船君。慣れたらまずいと思って。船君も運転丁寧だよ。フラッシーも運転丁寧だよ。そう、うん、みんなもね、運転丁寧。うん、乗りたいね。そうね。乗りたい。やだ、ちょっと恥ずかしいな。お兄ちゃんも運転うまいよ。お兄ちゃんもね。あ、お兄ちゃんもだってあれでしょ、なんだっけ、あのゲームセンターのさ、あのカーのゴーカートはすごかったもんね。ね。ね、まあまあ来年もイベントいっぱいありますから、五郎さんまだね、年内イベントは。29日ね、ここね。来月はね。15日と。五郎納めですから。そう、五郎で本店納めだから。そう。そうなんです。ね、楽しんでいきましょう。はい、ね、あとウェブでね、ありますから。はい。じゃあ写真撮ろうか。うん、ね、あとこんなところと配信あるからね。あと10今からだと多分7時半だな。ね、30分から。うん。ね。はい、じゃあ好きなとこ入ってください、五郎さん。うまい。あ、みんな来れないか。はい、ラッキー。はい、オッケーです。ありがとうね。来月も会える。うん、会える。誕生日が次の日に出てきて。あ、そうなの。そうそうそう。頑張ってね、ラッキー。嬉しいね。ちょっと先に荷物だけ積んじゃうね。あ、これプレゼント。あの、じゃあ後で送るね。あの、後でジュースを、ジュースを送ってきて。送っといて。ちょっと待ってね。ちょっと五郎さん一回通してもらっていい？はい、ちょっと通して。車で分けよう。今日も寒いから気をつけて帰るんだよ。こっから家が遠い人。あ、いっぱい。気をつけて帰るの。配信も楽しみ。うん、大丈夫。あの、そんなに、あの、急いで見るもんじゃないから。待って、ゴロさん荷物もあるからさ。ゴロさんの荷物。あ、ゴロの荷物。結構大量な荷物。ゴロちゃん食べてる。クロワッサン入ってるから。あ、クロワッサン。食べてみて。なんかコタロウもいるら
さ、ポロが7時半からね、太郎はなんか終わってかららしいよ。ポロが終わってかららしいよ。なんか8時からなのかな。じゃあポロ30分で終わさないといけないの。いや、踊ってもいいよ。いいよ。あの言っとくね、小太郎にちょっと終わるのちょっともうちょっとかかるかも。でも小太郎9時に寝なきゃいけない。小太郎9時に寝ないといけない。一緒にまたやるか。ありがとう。ありがとう。あれね、できないの？うん、なんかさ、そう、あのさ、インスタのビジネスチャットってどうやってやるかさ、教えてほしいんだけど、ゴロわかんないんだよね。どうやってやるの？ビジネスチャットってさ、どうやってやるの？なんかゴロさ、わかんないんだよね、あれやり方。ゴロ、なんかさ、設定でどっか押せばいいんだっけ？なんだっけ？それやらないと DM 送れないってね。そういうのもあるよ。写真だけ送ってほしいんだって。写真送りたいんだよね。フォロー欲しいんだよね。みんなも。送れてるよ、私。あ、なんかね、あのね、インスタストーリーでは送れるんだよね。ストーリーじゃあ、そう、でもその個別では送れなくなっちゃってるから。なんかどうやってやるんだかわかんないから、後で調べておくんだ。それ解除しちゃうと変なメッセージもいっぱい来ちゃうから。そうなの？え、ビジネスチャット？ビジネスチャット、そうそう。変なメッセージ来る。そうそう、誰でも送れちゃうから。あ、そうなの？だからそういうの気にしないから。変なメッセージ来るから。SD カードとかってなんか読めたりする？ SD カード読めないんだよね。持ってないんだって。あの iPad なら大丈夫。iPad は SD カードないもんね。そうだよね。そっか。ちょっと調べて、なんかね、写真送りたいんだけど。写真送るのに、なんか送れないんだって。ふなっしーランドの DM ダメなの？ふなっしーランドの DM でいいの？ゴロ、ふなっしーランドのさ、カード。ゴロに送りたいってこと？そう。みんなが見ちゃいけない写真なの？うん。ゴロに見せてほしいんだって。ふなゴロの、ふなゴロのところに送ればいいの？ファニコンに送れるんじゃない？ファニコンでも送れないんだって、動画。あ、ファニコン動画ダメなの？何の動画なんですか？ゴロの動画でしょ？ゴロちゃんの動画。なんかね、インスタ送れなくなっちゃったんだよ。あ、そうなの？動画だ、動画じゃあ言っちゃって。動画ダメになっちゃったの？見た。それはもうしょうがない。どうしようもない。あ、じゃあさ、ハッシュタグで、あ、でも動画。もう YouTube 上げてください。YouTube。る。それが一番いいです。Twitter やってるよね。SNS 上げてください。ゴロにさ、ゴロにさ、のハッシュタグのさ、ふなゴロでやったら絶対見るからさ。あ、どう？分かった、分かった。じゃあ、それで。見られちゃいない動画。見られちゃう。この見られちゃダメなやつだったら、全然。あの、なんかで送って、なんかで。あ、DM で。あの、ふにゃゴロの DM で送る。あの、見られちゃ壊るやつではないから、全然。YouTube に上げてください。恥ずかしいからさ、ゴロちゃんだけで。さあ、行きますよ。はい、行きましょう。じゃあこのまま車乗って行っちゃうので。え、行かないの？できないよ、車があるの。じゃあね、みんな枯れちゃう。みんなも会えるといいな。会えますよ、リンク。私は一方的なゴロちゃんで寝るの。はい、行きます。ゴロちゃんで私は寝る。ゴロさん、遅刻しちゃう。あ、ごめんね、ごめんね、またね。みんなごめんね、ごめんね。配信楽しみにしてるよ。はい、行きますよ。お返事はしないですよ。はい、ね、送ってもらうのは全然見てますから。はい、ありがとうね。ゴロちゃん、またね。ありがとうございます。今日会えて幸せだったよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ゴロも気をつけて帰ってね。バイバイ。おやすみ。おやすみ。甘いよ。